松山市末広町の式堂前画廊で尾崎直美初めての個展が開かれています。尾崎さんはもともと水彩画やデッサンを描いていましたが、3年前に絵画教室を開いている松田はじめさんと出会ったことがきっかけで色鉛筆画を本格的に始めました。今回の個展では尾崎さんが3年間で描いた身近なもののデッサンや色鉛筆画およそ30点を展示しています。身近にあるものについ目が行ってしまって、特に買わなくてもいいとか家にあるものとか、あ、描きたいなと思うものがたまたま食べ物が多かったっていう分ですよね。であと草花に通勤途中で気になったものとかがメインです。とにかく細かいですよね。大雑把に筆で描く分とは違って、鉛筆の線ですから色を出すまでに何色も塗り重ねるんですよ。で塗り重ねて間違ったら消しゴムで消せるっていう水彩の色鉛筆の特徴もあり、思うような色が出るまで穴が開くこともあるんですけど、自分で突き詰めれるっていうところがいいですよね。自分の個性はそのまま出てると思うので、見ていただけたらありがたいです。この尾崎直美初めての個展は30日まで式堂前画廊で開かれています。